日本放送オールナイト日本50周年 ALL ライブ日本ボリューム6-01が20日、神奈川、横浜アリーナで開催され、3代目 J ソウルブラザーズ、山下健二郎、32、姿進む明、24、井上園子、20、乃木坂46、信頼まごろも、25、らが登場した。2012年から開始された。 オールナイト日本のパーソナリティが集結する年1回のライブイベント。今年は史上初、2日間開催される。ライブ開始3時間後、姿が登場すると会場からはこの日一番の黄色い声援が起こった。お笑いコンビ、三四郎愛田修二、34の俺はカラオケがしたい。姿くんも歌いますとの無茶ぶりに対し、姿は今まで 散々すごい人たちが出てましたよ。それなのに、俺たちはカラオケってと苦笑い。即興で、姿、相田と4人組ロックバンド、スーパービーバーのボーカル、渋谷龍太、30、ギターコーラスの柳沢亮太、28、でコラボし、ザ・ブルーハーツの、青空を熱唱した。歌唱後は、こんな贅沢なカラオケ内です。そして、相田さんが歌っているのを、 モニターで見るのが楽しかった。かっこよかったなと笑顔を浮かべた。